はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブイクセーションカルチョビットは始めていきましょう。はい、これ3連勝あげましたね。4戦目はメンソーレ那覇。このフラスコという防御が強い選手がいます。そんなに簡単に勝たせてはくれなさそうです。見ましょう。相手の方です。ただ勝率はこちらが上回っております。が止められてしまった。さあ、頑張りどころ。右から右へ、ちょっとこれ良かったのか。ファールですね。さあ、ここは通らない。早い。ヘイローも早い。嫌いです。だが、くるみ。さあ、ここは飛び込めない。さあ、ここはくるみ。決まった、先取点。まあ、当然だろうって言ってますが、やっぱ相手は骨っぽいチームです。気を引き締めていきましょう。終了です。一人変えましょう。見ようかな。ナーコに変えます。夏希が取りました。
ス宮崎で彩香が防ぐ。さあ54分です。これは、オフサイドですね。さあこれ疲れてますよね。ニオと交代しまして、シビリンも交代しないといけないな。ミルキー勝ってニオは交代です。これで、交代枠使い切りました。さあこれはちょっと届かないんじゃないかな。さあスタミナ切れてる状態、かなりタフな勝負ですが、ここはオフサイドか。見逃してくれよ。残りはもうわずか。ちょっとこれは富津木は無理か。フラスコが結構強力です。ヒーローに取られてしまう。さあフラスコをかいくぐって、あーっと、なんと決められてしまった。ストレスたまる。もうほとんど試合時間が残っていない状況でこの結果、残念すぎます。試合終了です。さあ一進一退の攻防でした。前半終了直前にこのくるみがヘディングを、チャンスを逃さず決めました。同点に追いつかれます。この笠沼の当たりからヒーローが、そして後半終了直前、フラスコが強引に突破され、マノに決められてしまいます。マノここまで速いや、動きが。まあシュートあの1本しか打てなかったんですね。やっぱりメンソーレ那覇強いや。負けてしまいました。今季公式戦初敗北です。はい、残念ながらこの敗北
お聞きしてしまいましたが、課題を4ついただきました。リマッセ大阪も敗れたのかな、首位に勝ち点9が4チーム得失点差で首位には残っております。嬉しいことです。さあ、女子選手はいませんね。はい、次の試合は浅草サンダーボルト、どんな相手なんでしょうか。まあ幅広く S がいるっていう感じですね。でも昨年 N2 だったんですね。まあそんなに弱いチームじゃないです。なのでこれをまあ気を引き締めていければなと思います。ワントップですね。はい、ついに初めて負けてしまいました。5連戦の最終ですので、この気を落とさずにこの5連戦の最終勝っていきたいと思います。引き続き応援よろしくお願いします。応援といえばチャンネル登録高評価、お願いいたします。今あと50人ほどでですね、1000人、収益化の一つを目安である数字を達成いたします。もう少しです。ご協力いただければ嬉しく思います。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますのでよろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。